はい、皆さん、こんにちは。サンソンチャンネルの山口サンソンです。で、今日ですけども、タイトルにもありますように、細川護熙首相がですね、訴えられた事件ですね、これについて見ていきたいと思います。と、画面を共有していきますね、これだ。よいしょ。で、今日までのシリーズですね。ノートの方で販売しております。投げ銭感覚で買っていただければ光栄です。まあ、おとといが、立花孝志さんが、河野さんを訴えて第2回目の裁判ですね。1個目は3万円買ってると。で、昨日が溝口祐二さんというですね、まあ、天竺の元カレの方の裁判ということですね。で、今日が細川護熙元首相が訴えられた事件ということになります。で、今日の事件ですけど、ここじゃねえや。間違えてますね。今日の事件ですけど、ここですね。スーツという会社ですね、これ、小松さんという方が社長をやってる会社で、もともとあれですね、伊豆シャボテン公園、なんかスキマ政治家と言われた山口さんって言いましたよね、自民党の元労働大臣かな。まあ、あの方のオーナー会社で社長をやってた方が作った会社ですね。で、その方が、会社がですね、OK ウェーブを訴えた事件でございます。OK ウェーブは上場会社ですけれども、なんか詐欺会社に引っかかってすごい何十億も損したとかいう話ですよね。で、その業務委託料を払えという裁判の判決があったという次第でございます。それから、他にはですね、令和5年の33388ということで、これも判決なんですけども、リライトという会社がぐるなびを訴えた事件の判決もあったようです。今日は連休前ということで、あまり目星事件は多くなかったような気がします。で、今日のメインですね、令和5年の21195という事件です。これ、原告は女性です。ですね。はい。まあ、なんであの方を、あの方の名前をですね、なんか仮名に使おうかと思ったんですけど、まあなんか問題ありそうなのでやめておきました。で、被告は細川護熙元首相ということをですね、代理人が、早草飛鳥の椿先生がついて、椿原先生か、がついていらっしゃるということですね。うん、ちなみにこの早草飛鳥って、ツイッター社の代理人をやっていることでも有名で、多分、このハヤブサ飛鳥という宛名はもう神田先生とか、月に20回ぐらいは書いてるんじゃないかなって気がしますね。うん、で、これ去年の8月21日に提出をして、それで、口頭弁論1回だけですね、で、答弁書本当にわずか2ページのものが出てきただけで、まあ、結審ということです。うん、まあ、結局訴状をですね、まあ、補正するようにと。まあ、いうふうに裁判所が言ったんだけども、なかなかうまくいかなかったということみたいですね。じゃあ、その判決、ごめんなさい、訴状を見て、ちなみに判決は私はこれ聞いておりません。もうすでに出てますけども、聞いてないということですね。で、160万払えということでございます。で、請求の原因ですね。原告は国会議事堂で2歳半から国政に育てられて、3歳で日本国の全政策を仕切っていたもので、現在の成人天皇陛下と一生添い遂げることを約束されているものであると。被告の現在の細川護熙元首相は国会議事堂で大勢の政治家に猥褻行為を見せたことによって、後から原告を現在の成人天皇陛下に渡すと言って、3歳の原告から日本国の全政策を仕切っていたことを奪い、同時に日本国で決めて組み込まれている原告の家族全員から総理大臣の地位と、議員の地位を奪った大勢の政治家に一つずつ金6000万を振り込ませながら、日本銀行の総裁に書面を送ることを言って、総理大臣を適任したものであると なんか私の読解力だと何を言ってるのかわからないんですけれども、で、不法行為としてはですね、なんか、処女を撮影したということみたいですね。被告の現在の細川護熙元首相がアパートの一室でテレビ朝日のカメラマンを使って、本人の承諾なしで突然強引に共立女子中学校の制服姿まで、原告の処女を撮影したことに 処女を奪うならまだわかるんですけど、処女ってどうやって撮影するんですかね。
なんかその幕か何かを拡大して撮影するんですかね。まあいいや。なんか処女であった原告を撮影したとか、あるいは処女を奪ったというなら、なんか何をしたか分かるんですけど、処女を撮影したって本当に意味分かんないんですよね。で、被告の現在の細川護熙元首相が自分のために働けという柏木氏による不法行為によって、原告の私生活を保身もに覗き見して、これを公表した事実によって、原告の私生活を乱れに公表されて、プライバシーを侵害されて、原告が行った先、どこにも全国へ、選挙演説につなげていることによって、長い現在も一人息子の太郎に金を出すことを頼まれたにもかかわらず、金を出さないで原告の一人息子という感じでございます。すいません。私の読解力で何を言っているのか分かりませんので、ご理解させていただきます。ということですね。で、この事件ですけど、まあ、あまりにも恐れ多いと。もう本当にやんごとなき原告の方、まあ、女性ですけどね、ということなので、まあ、ちょっと判決を見るのもちょっと恐れ多いかなと思ってですね、判決を見てない状況ですけど、まあ、大体想像はついたかなといったところでございます。といったところですね。明日は、今の予定だと、民粛党がですね、斉藤忠之さんを訴えた事件について見ていく予定でございます。じゃあ、おやすみなさい。